ミイロ、また会ったな。あ、旅人にパイモン、こんにちは。ミイロも買い物に来たのか。うん、いろいろあったけど、過信探査もなんとか無事に終わったからね。それを祝してシアターで打ち上げをすることになったの。そうだ、あなたたちも来ない？賑やかで楽しいよ。うちのシアターの恒例なんだ。重要な公演が終わるたびにみんなで集まってお互いをねぎらうの。それにリハーサルをするのだって大変だし、ずっと気を張り詰めてたらそのうち力尽きちゃうでしょ。シアターのマネージャーをしているズバイルさんはね、打ち上げはただ祝うだけじゃなく反省や総括も目的だってよく言うけど、いざ打ち上げが始まると誰もそんなこと覚えていないんだ。ズバイルさんもいつまでも部長面を貫く必要なんてないと思うけどね。オイラたち、これまでいろんなお祭りに参加してきたけど、その打ち上げってお祭りみたいに美味しいものがたくさん出るのか？そうだよ、みんなと一緒に食事して乾杯をするの。そしてプレゼントの交換もするんだ。これまでのお互いの努力を感謝しながらね。プレゼントを用意する必要があるのか。おい、そんなことしたらお前が損することになるぞ。大丈夫だよ、パイモンも焦る必要ないから安心して。プレゼントは準備しなくても参加できるの。このプレゼント交換はあくまで打ち上げをより盛り上げるのが目的なだけだから。それにあなたたちが来てくれることが一番のプレゼントだよ。あなたたちをシアターのみんなにちょうど紹介したかったんだ。え？どうしたんだ？うん、そうだね。でも彼女にとって今一番重要なのは療養だから。私もお見舞いに行こうとしたんだけど、彼女の家の人が入れてくれなくって話も聞いてくれなかったんだ。だから代わりに手紙を残したの。しっかり休んで元気になってねって。もう少しして彼女の体調が良くなったら一緒にシアターでお祝いできるはずだよ。お前とニーローのおかげであいつの容体も落ち着いたんだよな。謙虚なんだね。パイモンが私とあなたのことを並べて言ったけど、ちょっと照れちゃうな。だってあなたの貢献に比べたら私がしたことなんて些細なことだもん。この話はひとまず置いといて、それよりも私たちの打ち上げに参加してくれるよね。うん、楽しそうだし、オイラたちも行こうぜ。よかった。それじゃあ今からシアターに。あ、すっかりこのこと忘れてた。え、これ全部お前が買ったのか？ううん、私が買ったのは一箱だけなんだけど、気づいたらおまけがどんどん増えちゃって。いやいや、おまけってこんなにもらえないだろう。買ったものとおまけの割合が釣り合ってないぞ。みんなと話しているうちにいつの間にか両手で抱えきれないほどになってて、いつもこうなるんだよね。何回かに分けて持って帰ってまた買い物に戻ろうと思ってたんだけど、そうすると時間に間に合わなそうだし。まだ買うものがあるのかよ。え、さすがに悪いよ。大丈夫だぞ、こいつは大量の荷物をしまう収納術が得意だからな。そうだろう。本当にごめんね、打ち上げに誘うつもりが逆に迷惑をかけちゃうなんて。それじゃあ急いで残りのものを買ってシアターに戻ろう。
私的にはこの辺りで一番いいお店は獣人のとこかな。おや、これはニーローではありませんか。こんにちは、ジュートさん。新鮮な食材はまだ残ってるかな。ええ、もちろんです。聞きましたよ、ズバイルシアターで打ち上げをするとか。ですので、あなたたちのために取っておきました。でも見たところ、そちらのお二人の分も食材を追加する必要がありそうですね。紹介するね。こちらは旅人、とってもすごい冒険者さんなんだ。で、こっちがパイモン、旅人のそばにいる頼もしいガイドさん。違うぞって、え、間違ってない？おい、今の聞いたか？こいつ、オイラのことちゃんとわかってるぞ。ニーローを甘く見ないでください。たとえ些細なことでも、彼女は人のことを忘れたりしません。それに彼女はとても勇敢でもあります。この前、打獣の口から私の貴重な香料を救い出してくれたんですよ。大したことじゃないよ。それに、みんなにはいつもお世話になってるからね。あ、急いでるのに話がそれちゃったね。ジュートさん、さっきの話って、もしかして用意してくれた品が足りないってこと？あれは冗談ですよ。商売をするときはいつだって予備を用意しておくものです。一つや二つ多くなるなんてザラにありますからね。おっと、そういえばそちらのご友人お二人は他国からいらした方のようですが、おいしいタフチンを食べたことはありますか？またタフチーンを作ってくれたんだ。タフチーンはね、お米とお肉を混ぜて作ったケーキみたいな食べ物なんだ。しかもジュートさんのは特製の香料も入ってるの。その香りは濃厚で不思議でね、ジュートさんのところに子供がたくさん集まってたら、それはタフチーンの香りに引き寄せられたってことなんだ。子供だけではありませんよ。ニーローだってよく彼らと一緒に来るではありませんか。私もしかして食いしん坊なのかな。どうやらオイラたちって似た者同士みたいだな。大丈夫だぞ、誰だって美味しいものは好きだからな。では少々お待ちください、すぐ準備しますので。シアターのお客さんをもてなすときに出すものですから、もちろん味には自信ありますよ。それと、たくさん作ったので包んでおきました。後でシアターの皆さんにもお渡しください。え？本当にいいの？しかもこんなにたくさん。構いませんよ。1個作ろうと100個作ろうと同じことですから。むしろ在庫整理ができて、私の方が感謝したいくらいです。いえいえ、遠慮しないでください。それに食べた後にモラを払えたなんて、お客さんを騙したみたいじゃないですか。そんな商売はしませんよ。はい、食材と包んだ料理です。またお越しくださいね。なんでこんなに荷物が多くなるのか、オイラ分かった気がするぞ。うん、こういうことなんだ。みんな口が上手だから本当にかなわないよ。さ、次のお店に行こう。さあ、タフチンを持って行ってあげてください。
きっとソリンとエイブが待っていますよ。ニーロ、ちょうどいいところに来た。注文してた布が全部届いたぜ。あともう少し遅かったら危うくダジュに食べられるところだったぞ。また冗談を言って。アフシンさん、ダジュはそんなの食べないでしょ。もしかしてジュートが言ってた香料を食べたダジュってお前のダジュじゃないだろうな。おっとそういえばそうだったな。すまんすまん。もしニーローがあの場にいなかったら俺の半月分の売り上げが全部パーになって賠償金になってたところだ。打獣って力が強いから口から物を取り返すのってまるで綱引きみたいだったよ。あいつらってほんと何でも食べるんだな。どういう意味だ実はそうでもないんだ。打獣は腹が減ってなくても物を噛むのが好きだからって理由で何かを食べることがある。そしてさっき言った布は上質な素材を使っていて非常に破れにくいもんだ。打獣がこれを噛んだら丸一日は咀嚼に時間がかかる。お前まさか実際に試したのかよ。本当のことだぞ。嘘はついてない。まああれは事故だったんだがな。こんな上質なもんを実験に使うなんてもったいないだろう。へえ、確かに良さそうな布だな。なんだ、興味が出てきたか。もし欲しけりゃ今なら2つ購入で2割引きにしてやるぞ。2割引き？かなりお得だな。旅人、どうする？アフシンさん、そんな口車でその気にさせちゃダメだよ。パイモンの心が揺れてるでしょ。え、口車？さっき言ってた布の質の話ってもしかして全部嘘なのか。ううん、そういうわけじゃないんだけど、ただアフシンさんは物語を話すのが得意で、たとえそんなに必要なものじゃなくても彼の話を聞いているうちにだんだん買いたくなっちゃうんだ。私も前に使わないものをたくさん買ったせいでズバイルさんに厳しく注意されたことがあってね。そんな目で見るなよ。彼女は注意されただけだが俺はこっぴどく叱られたんだぞ。だが物語は商品に価値を与えるっていうのが俺の心情でな。それもあって商売を始めた頃からずーっと売り上げも好調だ。ニーローは稀に見る聞き手だよ。あの時俺が言ったことを全部鵜呑みにしたほどだからな。まあ彼女に物を売る時その嬉しそうな表情を見て逆に罪悪感を覚えちまったが、彼女にこんなたくさんの物は必要ないって分かってたしな。それで俺は気づかされたんだ。物語を話すのはあくまでも手段であって目的じゃない。商売をする時は物を売ることだけを考えてちゃいけないってな。気にしないで。今はみんな友達だし、もう過ぎた話だから。そういえば今回仕入れた品の中にあんま質の良くないもんがあってな。普段使いには全然問題ないんだが、何せ俺の客たちは細かいことにうるさい。それに今から新しい買い手を探すにも時間と労力がかかる。で相談なんだが、ニーロ、これを全部もらってくれないか。え、ううん、そんなわけにはいかないよ。俺を助けると思ってな。道具を作るときに結構使うだろ。ここに置いとくと保管と配送でモラがかかるんだ。一日置いとくごとにその分だけ損が生じる。けどそれなら通常の値段で買うよ。いやいや、売れないものだって言っただろ。それにもしこれでモラを受け取ったらまた俺が商品を売るために物語を作ったことになっちまう。気にせず持ってけ。どうしても気が引けるってんなら後日シアターのチケットを何枚か送ってくれたらいい。ああそうだ、君たちも受け取ってくれ。冒険者なら何かと材料が必要だろ。オイラたちの分まであるのかよ。さあ持ってけ。
それを見てると頭を抱えたくなるんだ。助かるぜ。もう一つ寄りたいお店があるんだけど、そんなにたくさん荷物を持ってて大丈夫？パイモンも少し手伝ってあげたら？大変そうだよ。もしオイラがここで断ったら、多重より役立たずってことになるよな。商売をする上で一番重要なのは流通の効率だからな。ニーロ、やっと来た。ファルハードのやつがお前たちの道具を盗み見てたぜ。いやいや、俺はただ新しい劇の内容を予想するために参考にしてただけで。そんなことしたら楽しみが減っちまうだろ。そうだよ、本番までの楽しみにしててね。あれ、その二人どっかで見たような。もしかして家臣団祭の時に来てた奴らか。うん、この二人も今日の打ち上げに参加するんだ。ってことはかなり賑やかになりそうだな。さっきファルハードとも話したんだが、夜になったら二人で顔を出すよ。よかった。リカードとネガールお姉ちゃんもきっとあなたたちと話したいはずだよ。あと俺たちからささやかなプレゼントを用意した。今から被るな。見ろ、この花冠だ。打ち上げならこれを被った方がお祝いの雰囲気が出るだろ。わあ、素敵だね。あなたが作ったの？いいや、作ったのはファルハードだ。まあこいつの見た目からじゃ想像できないよな。実はこっそりといろんな技術を勉強してるみたいだぜ。確かに少し意外だな。肉体労働をする人間が編み物をしてはいけないなんてルールはないだろ。俺だってかなり時間をかけたんだからな。分かってる分かってる、俺はちゃんと見てきたからな。別に茶化したわけじゃない。ほら、お客さんも被ってみろよ。お前に合うサイズもある。うん、よく似合ってるね。綺麗だな。オイラが被れるようなサイズはあるか？残念だけど、子供用のは全部配っちゃったんだ。まさかシアターに君みたいな不思議なお客さんが来るとは思わなくてね。欲しいに、なんだか変な感じがするけど、まあいい、許してやるぞ。そうだ、荷物が多いみたいだし運ぶのを手伝おう。普段俺は運搬業をしててな、運ぶのは得意なんだ。おお、頼むぜ。早く早く。プロの人なんだしいいだろ。助けてくれてありがとう、ファルハードさん。でも先に言っておくけど、後で機会を見つけて新しい劇の内容を聞くとかはなしだからね。もしそうなったら今回は私もズバイルさんが怒るのを止められないかもしれないし。ほら見ろ、お前の思惑が見え見えだからニーローだって気づいたぞ。余計なこと言うなって。わかってるさ、あの人を怒らせる度胸なんてないからね。でもフーサングのものも考えると、一度に全て運ぶには俺たち全員で分担する必要がありそうだ。さすがに俺にも限界があるからな。パイモンは運びたくないみたいだから、私が少し多く運ぶよ。こう見えて普段から真面目にトレーニングしてるんだ。踊る時って力とバランスが大事だからね。いやいや、オイラも運ぶぞ、任せてくれ。それに
もう食べちゃったし。よいしょ、よいしょ、よいしょ。もう食べない。大丈夫？パイモン。大丈夫。オイラはやれるぞ。だって何事にも代価を支払う必要があるってことに気づいたからな。ほれ、俺は商品を片付けるからまた後でな。結構な量だな。この後の打ち上げが楽しみだ。ありがとう、ファルハードさん。ありがとう、力持ちさん。おお、後で倍返しで食べてやるぞ。それじゃあ俺は邪魔にならないよう先に失礼するよ。うん、またね。アルハードさんが助けてくれて本当によかったね。そうじゃなきゃかなり苦労してたかも。そうだよ、みんなここに集まって商売をしてるでしょ。だからご近所さんみたいな関係かな。モラを稼ぐことよりも助け合うことを優先するんだ。いつもこんなにいろいろもらえるんなら生活に困ることもないよな。最初はね、私も申し訳ない気持ちでいっぱいだったんだ。人にもらってばかりでなんとか恩返ししなきゃって思ってたの。でもアフシンさんが言っていたように、私が何かを受け取ることで彼の役に立ち、モラの節約になることもある。誤って購入した品も、多く仕入れすぎちゃった食べ物も、誰かに譲ることでこそ最大限の価値を発揮するの。だからそんなことをいちいち気にする必要はないんだ。彼らが助けを必要としている時に全力で手を貸せばいいんだよ。なるほど、確かに一理あるな。今ではこれが私たちの間で常識になってる。誰もその細かな受け渡しなんて気にしてないの。だからあなたたちも気にしないでね。今はこれをズバイルさんのところに持って行って、ついでに少し準備をすればいいだけ。あなたたちはシアターで時間を潰すか、ここに住んでいる人たちとお話ししてきたらどうかな。安心して、ズバイルさんはすごいんだから。それにあなたたちはお客さんでしょ。打ち上げを楽しみにしててくれたらそれでいいよ。ここって本当にいい雰囲気のところだよな。オイラたちもたまにはリラックスしてこの雰囲気に溶け込もうぜ。やあ、ニーローの荷物を運んでるところを見たよ。あなたたちも打ち上げに参加しに来たんだろう。おう、そうだぞ。私はリカード、ネガールと同じくここの道具係だ。あと掃除とかの雑務もやってる。シアターで遊んでるのはうちの子ソリンとエイブだ。あなたたちの邪魔をしてなきゃいいんだけどね。あの子たちはお祝いってなると
いつもあんな風にはしゃぎ回るんだ。そうだね。私はここの人たちに世話になってる。仕事はあるし、給料も滞納したことがない。それにニーローたちがよく子供と遊んでくれる。今の私には十分すぎる環境だ。その言い方だと、過去に何かあったのか？いや、気にしなくていい。もう昔のことだからな。実は、私も夫も冒険者だったんだ。けど、彼は事故で亡くなってね。物質的な問題はいずれ乗り越えられる。だが、私はただ生きるだけの人生を歩むことになった。幸い、そんな私にズバイルさんが手を差し伸べてくれたんだ。ここの雰囲気は穏やかだし、寛容で気に入ってる。ごめん、悲しいことを思い出させちゃったな。平気さ、私ももう気にしてない。打ち上げが始まったら、私の言った雰囲気を実際に感じられると思うよ。打ち上げが始まるまでもう少し時間がある。自由に歩き回ってみるといい。さっきニーロー姉ちゃんが帰ってきた時、タフチーンを持ってるのを見たよ。今日の夜はタフチーンが食べられるんじゃないかな。見間違いじゃないよね。もちろん。それに見間違いだったとしても僕の鼻はごまかせないよ。タフチーンの匂いがするからね。ん？ああ、新入りか。あんまり賢くなさそうなやつだな。おい、お前、いきなり何なんだよ。君の方は、ただものじゃなさそうだ。君にとって芸術は何だと思う？ただ興味があるだけだ。答えなくても構わない。君はそう思っているのか。特に評価する点はないな。一般人の考えよりはマシだが、あまり違いはない。芸術、それは創作によって生まれた加工品なのか、それとも天然の資源なのか。少なくとも俺は後者だと思う。よくわからないんだけど。俺は長いことここにいて、時々セリフを書くのを手伝っている。だが何もせず、ただ見ていることの方が多い。むしろ俺がやる必要はないだろう。もし俺がやったら、見る意味がなくなってしまうと言った方がいいか。シアターやニーロ、そして人の存在は皆芸術と言える。それは決して遠い存在ではない。オイラたちと何の関係があるんだよ。ではこう聞こう。芸術の意味は何だと思う？困らせたみたいだな。俺はただインスピレーションを待っているだけだ。舞台上と舞台下の人たちを、そして君たちのことをずっと見守っている。芸術はここにあるのだから。実に素晴らしい。唯一無二だ。スメールの宝と言っても過言ではないだろう。こんにちは。え、うわ、君たち誰？勝手に舞台に上がっちゃダメだよ。そっか、ごめん、ちょっと反応が大げさだったね。私は、その、道具を作ってるからおしゃべりしてる暇はないの。それって刺繍か？いや、刺繍だけど、刺繍じゃない。これは道具。ただの布で演出に使うもの。とにかく、どこにでもある布だから。ごめん、道具を作るのに集中しないと。
作ってるだけなのに、なんであんなに口ごもるんだろう。まあいいや、こいつのことは放っておこうぜ。お、ニーロー、ニーローが戻ってきたぞ。そろそろ打ち上げが始まるだろうし、ニーローのところに行こうぜ。ごめん、集中しないといけないから。お待たせ。打ち上げの準備が終わったよ。みんなに集まってもらって始めよっか。オイラたちも手伝うぞ。ありがとう。オイラたちもプレゼントを用意しておけばよかったな。そうしたらオイラたちも抽選に参加できたし、今は見てることしかできないな。やっぱりやめよう。上手にできなかったし、みんな気に入ってくれないかも。そんなこと言わないで。約束したでしょ、みんなにサプライズプレゼントを届けるって。これまでこういった打ち上げに参加したことがなかったし、今回はいい機会だよ。みんな、きっとあなたのことを歓迎してくれるから。やっぱ無理だよ。大丈夫だから心配しないで。とにかくまずは自分にチャンスを与えないと。ほら、一歩前に踏み出そう。ここにあなたを怖がらせるような人はいない。そうでしょ。うん。よし、私が背中を押してあげる。みんな注目。ミナヤからみんなにいい話があるみたいだよ。ちょっと待て。まだ準備できてないって言ったのに。こういった時何を言ったら。ゆっくりでいいよ、緊張しないで。まずは深呼吸して、落ち着いて自分のやりたいことをみんなに伝えれば大丈夫。もしここで言わなかったら、今まで一生懸命練習してきた刺繍が台無しになっちゃうよ。でも、こんなのプレゼントして本当にいいの？上手にできなかったのに。なるほど。イナヤはさっき道具を作ってるって言ってたけど、本当は今日のプレゼントを準備してたんだな。ああ、ここにまだ馴染んでないみたいだ。ニーローはその手助けをしてるっぽいな。実は打ち上げを始める前にイナヤが特別なプレゼントを用意してくれたの。今からみんなに配るね。やったー、イナヤ姉ちゃんからのプレゼント。そういうの初めてだよね。静かに。ジュリーたちが騒ぐと彼女が余計に緊張してしまう。時間をかけて準備したんだろ。それなら自信を持っていい。何も怯える必要はない。頑張れ。ズバイルさんはいるか。シェイクズバイル、教令員からの緊急通知だ。即刻打ち上げなんてものは中止してもらおう。こいつ、ずいぶん態度が荒っぽいな。一体何なんだ。ズバイルシアターは長い間教令員の命令に背いてきた。故にシアターの取り壊しが決まった。ここの責任者であるお前は30日以内に営業を停止し、従業員を解雇せよ。その後教令員へ行き処罰を受けることになる。どうして、なんでこんな突然。お嬢さん、これまでも警告はしてきたはずだ。以前話を聞いた時には取り壊しのことなど言っていなかった。だがそれを突然30日の期限を設けるなど。これから公演の予定もある。30日では何もできやしない。お客さんと従業員たちにどう説明すればいい。それは俺が考えるべきことではないな、ズバイルさん。そこまでちゃんと考えられるのなら、なぜ事前に準備をしてこなかったのかを反省すべきだ。取り壊し？
ここを取り壊すんだ。もともと教令員が私たちに抱いている印象って良くないんだ。それに彼らは私たちの公演が気に入らないの。ただの時間の無駄だって思ってるから。前にも何度かここに来て、公演の質をもっと高めてより知的な劇を演じろって言われたことがあってね。でも私たちの観客は教令員の人じゃなくてグランドバザールの人たちでしょ。その内容が分かりにくいものだったり、身の回りの生活に関係ないものだったりしたら、見に来てくれる人もいなくなっちゃう。もしそんなことをしたら、私たちは生きていけなくなる。それに、それは決して私たちが望んでいるものじゃない。うん、私たちにとってシアターはとても大切なものだからね。こいつらのやり方ってちょっと勝手すぎないか。でもどうすれば彼らを止められるのか私にもわからなくって。こちらに一から説明する気はない。時間がないというのならあれこれ聞くのではなく、さっさと要求通り動いた方がいいぞ。俺たちがそれを受け入れるつもりはない。むしろこういったことを突然知らせるのは規定にそぐわないはずだ。誰に聞こうとも答えは同じ。俺たちは十分伝えたはずだ。もういい。嫌がらせをするにも程があるでしょ、お父さん。お父さん？え、こいつってイナヤのお父さんなのか？教令員のことを口にしてるけど、結局はお父さんがここを嫌いなだけでしょ。教令員の権力で私たちを脅してるだけじゃない。言っておくけど、たとえお父さんがここを取り壊しても何も変わらない。お父さんがひどいってことは知ってた。でもまさかここまで卑怯だなんて思わなかったよ。俺はただ公務を執行しているだけだ。お前がどこにいようと何をしようと関係ない。それにお前が何を考えているかもな。お前たちがどうしようもない愚かなものでないことを願おう。これ以上私の口から言わせないでくれ。さっさと片付けて営業停止の準備に取り掛かるんだな。ああ、もうなんでいつもこうなるの。確かに残念なことだが仕方がない。今日はこれでお開きにしよう。みんな片付けてくれ。明日また話し合いをしてくる。まったくこのような不良の災難が一番厄介だ。ここ取り壊されるの？嫌だ、嫌だよ。泣かないで。あのおじさんは驚かしに来ただけだからさ。ますます理不尽になってきたもんだ。まったくどうにかせんとな。ごめんなさい。お父さんっていつもああなの。どうしてこんなことに。夏はいずれ過ぎて行き冬が訪れる。人間は季節よりも気まぐれだ。話があるならちゃんと言えばいいのにな。交渉の余地はまだあるはずだろ。本当にあるのならこんなことにはならないよ。あまりに唐突すぎないかい？これからどうなるんだ？俺にもわからん。彼らもどうしたらいいのか混乱してるだろうな。ごめんね。う
ち上げに誘ってせっかく楽しんでもらおうと思ったのに、まさかこんなことになるなんて。ニーローが謝る必要なんてないぞ。こんなの誰も予想できなかっただろうし。はあ、でも美味しいものを食べられなかったのはちょっと残念だな。あいつの口ぶりからすると、教練員から何度も警告を受けてたのか。うん、そうなんだ。彼らからすると私たちって浅はかみたいだから。スメールで知恵はとても崇高なものなの。でも彼らが求めている知恵の中に芸術はない。ただそれだけでシアターを取り壊すなんてことにはならないと思うんだけど。稲谷が家出した後、私が彼女をズバイルシアターまで連れてきたんだ。彼女は家のことをほとんど口にしなかったけど、家族と喧嘩したってことだけは私も知っててね。まさかこんな形で爆発するなんて。お前たちは何も悪いことをしてないんだし、教練員の言うことなんて聞く必要ないぞ。それならあいつらのことなんか恐れずに、いっそ正面からぶつかってやろうぜ。それもそうだな。私も解決策を考えてみるよ。そうしないとみんないつまでも怯え続けることになるもんね。どうしよう。表向きは公演を中止するふりをして、実際は他の場所でこっそり行うとか、それかお客さんたちの中から協力してくれる人を探すとか。どっちもいまいちだな。討論？うん、確かに学者は問題を議論するのが好きだけど、でもそれで一体どうするの？そうだ、もし稲谷のお父さんに教練員の見解が間違ってるって証明できれば、シアターを取り壊す理由もなくなるよな。そっか、討論で彼に勝つってわけだね。うん、いい方法だと思うよ。でも私たちの中に学者に反論できる人なんているのかな。え？私？無理無理無理！私、喧嘩とか一番苦手だもん。討論をするなんて私にはできないよ。お前が今こんなに悩んでるってことは、本当にここを守りたいってことだろ？私にとっても、ここにいるみんなにとっても、シアターはかけがえのないものだけど、でも、そんな重たい責任を本当に私が背負えるのかな？オイラも協力するぞ！しっかり準備すれば、きっと自信もついてくるはずだぜ！自分を信じろ！ありがとう。よし、決めた！上手にやれないかもしれないけど、みんなのために全力を尽くしてみるよ。うん、応援してるぜ。早速戻ってこのことをみんなに伝えよう。討論で教練員の奴らに勝とうなんて、卵を持って石を打つようなもんだ。でも君たちが試そうというのなら、俺も止めはせん。そもそもこれ以上悪くなることもないからな。そう悲観的にならないで。シャリフからしたらニーローの考えは甘く見えるかもしれないけど、それこそが彼らに一番欠けているものでしょ。むしろ
思いがけない結果をもたらすんじゃない？ああ、俺も賛成しよう。ロマンある考えだ。劇の世界において弱者が強者に勝つ物語は欠かせないものだからな。でもそれってあくまで劇の話で、現実世界じゃありえないだろう。あ、別にニーロを支持しないってわけじゃないぞ。手が必要なら遠慮せず言ってくれ。何もせずただシアターが取り壊されるのを見るよりはマシだ。私も協力するよ。教練員の人たちに私たちの闘志を見せてやろう。みんなありがとう。みんなの応援のおかげで私もだいぶ心が落ち着いたよ。水を差すつもりはないけど、お父さんはそう簡単に打ち負かせる人じゃないよ。あの人は博識で論理的でとても厳格だから、討論で勝つのはかなり難しいと思う。みんなだって分かってるでしょ。でもニーローのやる気をそぎたくないから口にしないだけ。結局さ、これって彼女を傷つけることになるんじゃない？やめるんだ、イナヤ。ごめんなさい、空気を悪くして。私はただ無理やりいい結果を期待するなんてことできないの。それに不可能なことに挑戦するニーローも見たくないから。そうだぞ、そんな弱音吐くなって。うん、あなたの言う通りだよ、イナヤ。私たちの相手は強霊員、その手強さは誰だって分かってる。期待しないことの方が普通かもしれない。それでも私はやってみたいの。もしこのままズバイルシアターと別れを告げるなんてことになったら、後悔してもしきれないから。私だけじゃなく他のみんなもそう思ってるって信じてる。悔しいなら声を揃えてちゃんと言わなきゃ。言うべきことを全部言って、やるべきことを全部した後、たとえ望む結果が出なかったとしても未来に悔いは残らないから。だって私たちがつかめるのは今この瞬間の選択だけだもん。それは分かってる。悔しさも怒りも私だってこれ以上ないくらい感じてる。なら討論の場を設けたいってことをあなたのお父さんに伝えてくれないかな。家族と連絡する方法はあるはずだよね。うん、あるけど。それじゃあお願い。私討論なんて一度もしたことないから、正直今も自信はないんだけど、でもやると決めたからにはちゃんと準備するつもりだよ。みんなの意見を集めて討論の場でまとめてぶつけてみる。私一人の知識じゃあなたのお父さんには勝てないけど、シアターのみんなの知識を集めればそうとも限らないでしょ。うん、そうだそうだ、ニーロ姉ちゃん。悪いやつなんて倒そう。正義は絶対に勝つもん。あいつに痛い目を合わせてやろうぜ。別に喧嘩をしに行くわけじゃないんだよ。でもその気持ちは受け取るね。頑張ってくるから。よく言ったな、ニーロ。なんだか大口を叩いちゃった気もするけど、早速準備しよう。まずはシアターのみんながこのことをどう思ってるか確認しないと。おう、みんなの考えを集めに行こう。実に難しい。ニーロ姉ちゃんをいじめるなんて許さない。悪いやつめ、くらえビッタダー。君たちのこと少し見直したよ、イナヤの言う通り。確かに私はニーロのやる気をそぎたくない。でも彼女を傷つけるつもりもないの。私には水を差す資格がないと思っただけ。だってニーローは勇敢に立ち向かい抗うという意志を示したでしょ。
その勇気と覚悟は私に欠けているものだからね。もしニーロを応援せず、ただ冷たい言葉を言うだけじゃ、さすがにひどすぎるもの。それに、この道がどれだけ険しいかは、彼女が一番わかっていると思うよ。ズバイルさん、私たち今役に立ちそうな論拠を集めてるの。ズバイルさんは何かいいアイディアない？道理を解くのは簡単だが、奴らはあまりに理不尽だ。今までシアターの事務はしっかりと管理してきた。手続きや許可が欠けたことなんて過去に一度もない。今回みたいな事態になった際、それを盾に彼らの口を塞ぐつもりでいた。だが、まさかあの連中、規則すら守らないとは。ああ、わかっている。だがシアターにいる限り、彼女はここの人間だ。もしシアターの人たちが外からの圧力に怯えるようになったら、ここのマネージャーとしての意味がない。とにかく、自信を持ち、規則に従ってことを進めればいい。彼らにシアターを取り壊す資格はない。少なくとも今はそうだ。その姿勢を貫き、彼らに譲歩させることができれば、勢いで相手を圧倒できるだろう。うん、覚えておくよ。こういったことは俺もよく目にしてきた。相手はあの強霊院だからな。君たちが準備している間、俺はシアターの今後のことを手配しなければならない。最悪の事態に備えておく必要があるからな。そっちの話が一段落したら、常連さんたちに公演の中止を伝えてくれ。本当に公演を中止しなきゃいけないのか？今は誰も公演を行う余裕などないだろう。それに俺はシアターの人間だけでなく、観客たちへの責任も持たなければならない。こうするしかないんだ。ニーロ、君は偉い。将来のことを一番心配する必要がないのは君だというのに、最初に立ち上がったのも君だった。ここを離れるなんて考えたことないから。ズバイルさん、私は心の底からここが好きで、これからもここで踊り続けたいの。それにみんなとも一緒に踊りたい。ますます彼女に似てきたな。応援している。人事を尽くして天命を待つといい。彼女って、私の先生で踊りがとても上手な人なんだ。でももう引退しちゃったんだけどね。いつか機会があったら彼女のことを話してあげるよ。時間ができたら伝えてくれ。急ぐ必要はない。友人やシアターのお客さんたちを呼んでニーロを応援しに行くよ。もし雲行きが怪しくなったら、みんなで騒ぎ立ててシャリフの声をかき消すつもりだ。え、それは良くない。分かった、他の方法を考えるよ。まさか強霊院に挑もうとするなんてね。若い頃のことを思い出したよ。あの頃は怖いものなんてなくて、いつも一番危険なところを目指して進んでた。そういった機会はもうないけどさ、今思い返しても胸が躍るんだ。ごめん、もし強霊院にシアターが取り壊されたら、ソリンとエイブ、それにあなたは。大丈夫、そんな深刻な状況にはならない。たとえシアターがなくなっても、まだ人はいるだろ。冒険者の粘り強さを侮らないでくれ。なんとかしてみせるから。でももし突然何かがなくなったら、きっと悔いが残ると思うの。冒険を続けられなくなるのと同じように。そのことを心配してくれてるのか。安心してくれ、悔いをどう対処するかなら私は経験者だ。そりゃあ最初は確かに辛いけど、いつか慣れる時が来る。それにほら、
今はソリンもエイブもとても幸せに過ごしてる。ソリンはシアターのテストに受かったし、もうすぐ役者デビューだ。あの子、すごく喜んでたよ。ニーローと同じ舞台に立てるって。もし過去の苦しみがなかったら、このシアターに来ることもなかったと思う。その時、ソリンは今より幸せになれてるだろうか。そうとは限らない。それって、慰めてくれてるのか？半分は慰めで、もう半分は私の本音だね。シアターで過ごしてきた日々は、私にあることをゆっくりと気づかせてくれた。大事なのは何を経験したかではなく、その経験をどう理解したかだってね。私の人生は、夫を失った時に終わったと考えることもできるし、ソリンとエイブは、それでより幸せな人生を送れるようになったとも考えられる。だから、たとえシアターがなくなったとしても、私はそれで新しい人生を始めることができるかもしれない。いいことも悪いことも、人が定義したもので、それを自分がどう見るかなんだ。そっか。だからね、ニーロー。あなたにとってシアターはとても大切なものだって知ってるけど、あまり肩肘を張る必要はない。私たちはあなたのそばにいる。シアターがこのままバラバラになるなんてことはない。うん。ありがとう、リカードお姉ちゃん。どういたしまして。こちらこそ、その勇気にすごく励まされたよ。ニーローなら、きっと立派な冒険者になれるだろうね。それは褒めすぎだって。ありがとう、励ましてくれて。元気を出さなきゃね。うん、しっかりしないと。ふう、だいぶ気持ちが軽くなったよ。ならいいんだ。討論の時、子供たちを連れて応援しに行くよ。今回のことは試練だと思えばいい。どんな結果になろうと、得られるものは多いはずだ。こいつとはあまり話したくないけど。もう俺に先入観を抱いているのか？アドバイスをしようと思ったんだがな。それは話してくれてもいいぞ。その前に、この間の質問について君たちは新たな答えを出しただろうか。それについて語り合うのも悪くないと思うんだが。さあ、芸術の意味とは何だと思う？またかよ。けど、芸術の価値を証明するにはどちらにせよこの問題と向き合わないといけないよね。どう言葉にしたらいいかわからないんだけど、私たちの公演でお客さんが喜んでくれたら私も嬉しくなるんだ。これもある種の意味って言えるんじゃないかな。ニーローのやつ、真面目に答えてるな。こいつがいつも意味わかんないこと言ってるのを知らないのかな。いやいや、ニーローの答えは君のよりずっといいぞ。それに俺の心の中にある答えにかなり近い。芸術の意味は創作者が与えるのではなく、鑑賞する者が与えるものだ。言い換えれば、人が鑑賞できる芸術だけが鑑賞する者の精神世界に痕跡と価値を残せる。教令院の連中には絶対に理解できないだろうかな。ああ、俺はかつて学者が知恵を求めるように芸術の極致を追い求めていた。しかし、理解などできないという結論に俺は至った。それ以降、理解されるかどうかが異様に気になるようになったんだ。難解な芸術であればあるほど理解できる人が少なくなるのは分かっている。だが、それを言い訳に自分を慰めることはできない。ずっと戸惑っていた。ここに来て、ニーローの踊りを見るまでな。そんなにすごかったのか。そこにいる全てのものが目を奪われた。舞台上の演者は観客から注がれる視線に胸を躍らせ、
舞台下で見る者たちはその素晴らしい空気に酔いしれた。正直なところ厳しく評価するなら演技はいまいちだった。いきなりそんなこと言わないでよ。しかしそれ以上に困惑したのがそのいまいちな演技が全ての観客を魅了し俺をも魅了させたことだ。俺は道を間違えていた。俺が求めていたのは決して極致なんかではなかったんだ。故に芸術研究の最前線から離れこのシアターにやってきた。ここには俺の欲しいものがあるからな。芸術は砂上の楼閣ではなく啓発や娯楽でいい。芸術とは人に鑑賞されてこそ価値がある。そうでなければ芸術に意味などない。そっか。私とズバイルさんが教練員の命令通りに講演の内容を変えたくなかったのと理由が似てるかも。だってみんなが理解できないものを見せたらつまらないって思われそうで心配だったから。俺はかつて数多の脚光を浴びてきた。だが虚名を捨て今の自由を手に入れた。この先どこへ向かおうと気にはしない。だがニーロ、これだけは頭に入れておいてくれ。君はすでに最高の舞台を手に入れている。このような機会はどこにでもあるようなものではない。たとえ相手が教練員であろうと彼らに譲歩はするな。うん、アドバイスありがとう、ガッサニさん。学問に勤しむあの連中の頭を冷やしてやってくれ。あいつかなり気にかけてくれてるみたいだ。すっごく真面目なんだな。彼のことをよく知ると冷たく見えて実は温かい心を持った人だってことがわかるよ。それにテーブルや椅子を修理したりペンキを塗るのを手伝ったりしてくれるんだから。全然そんな